に集まってもらった諸君に集まってもらったのは他でもない。あと3日で関西コレクションを迎えるというのに、今日は前夜祭じゃない、今日が本番だ。花尾もそうか。そうですね、3日後は別に練習なんで。このイベントでは何がしたいかというとですね、関数のグランプリを決めたい。ドミノリ分かる？わかるけど、まだ日本最大級のファッションイベントいじっていいのかなっていう。普通にまずブランドで出させてもらっているという。これが理系のカンコレだから、今日は理系しか出せないの。カンコレには文系ばっかだろ、正直。正直あんま分かんない人って文系ばっかで、今日はですね、なんとこの大会を記念して7つのブランドが、7つの関数のブランドがエントリーしてきました。関数なんやべ、関数ブランド、関数にブランドあります、ね、どこが一番いいのかっていうのを皆さんに今日は評価していただきたい。で、ポイントはですね、3つ観点がございまして、各10点ずつ30点満点で評価してください。で、ポイント、まずその1、あなたが教授だったら受験に出したいかどうか。教授だったら2個目、美しさ、美しさ、ね、3つ目、そして新規性、こちら新規性も問うんだ。それを決めた上で最後上位3つで決戦投票します。 M1 スタイルでございます。じゃあ土下座して出てくる関数もあるってことですか。じゃあ土下座して出てくる関数ありませんね。今回の関数はですね、大手予備校で数学の講師として実際に働いている上岡先生という方に、ね、関数のアドバイスいただいております。アドバイス、外部アドバイザーつけたんですか。あとですね、今回の企画なんですけども、こちらのね、ピカデリーというこのね、あのクラブ貸し切ってますということで、本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当に夜の場所なんじゃないですか、ここは。もしかしたらカンコレもね、グレーの場所、カンコレも夜の場所みたいなところありますから、その場所だということをわきまえて発言してくださいね、皆さん。はい。違うわけない。どういうこと。読めない。ということで、じゃあ花尾さんお願いします。メガキャスボーイズ関西パンクシャ。まず一つ目のブランド、こちらね、ブランド名紹介したいと思います。はい、コラッタ、こちらでございます。ちょっと安そうっすね。いやちょっとね、正確で満足みたいな。島村でちょっといいぐらい。島村とコラッタ比較すな。もう予想はだってコラッツ予想っすよね。まあちょっとね、コラッツ感はあります。前歯したから、その後早い。コラッタって前歯が出てるから、こうなんかこう連続な不景派、不景派、みんなちゃんと風鈴解析の話をしてます。コラッタと見せかけて、ルッコラっていう感じ。コラ関数、商用関数じゃない。そこから来るかな、毎回先生商用関数ちょっと思い切りしますか。ちょっと何ていうか分からん。では、最初のブランド、どうぞ。うわぁ、すげぇ、えぐい、えぐい。おっ、すげぇ、すげぇ、ちょっとこれやこれ、えぐい、えぐい、すげぇ、うわぁ、すげぇ、やべぇ、ちゃー、なになこれ、どれがこらったね、これ。おぉ、なるほど、どれがこらったね、これ。全然分からへん。お姉さんの顔を見てしまったら、ダメじゃないですか。お姉さん大きくめっちゃうまい。めっちゃかっこいいよ。あ、いや、今あんな地形の女の子だ。グラフが入ってくれるから分からへん。グラフがいくいくい、結構いくだけから言って。やばい、いけない。関数、関数ないよ。おっと、貼ってるけど、分かんない。出た大学じゃない、これ。自治医か、医学部系で出てます。はい、ということで、なるほど、第一のブランドコラッタ、皆さんいかがだったでしょうか。もう評価できますか。圧倒された感もあります。驚きがでかいな、ちょっと全然入ってこなかった。こちらのね、まずブランドのコンセプト、はい、まずお伝えしておきますと、本当に受験生なら絶対にできなければならない関数たちでございました。ああ、そういうことか、なるほど。いやいやいや、コラッタでございます。僕たちビッパの世代なんで申し訳ないです。それはごめん、それはごめん、それはごめん。じゃあちょっと一つ一つね、補足ちょっと見ていきたいと思います、はい、この関数とか。あー、なるほど。これはですね、2次関数に切れるやつ、二次関数になりますね、最終的に。で、こちら鬼のように品質です。私、2021年度の全国の全ての大学の過去問チェックしました。すごいな。大学の進出域エグいやろ。これマジで全国で一番出てたの分野です。おー、はい、てかお前もう出やすさ8ってもう俺らが議論する番組。違う、プロがね、出やすさみたいなのは項目に入れてないですよね、皆さん。出したいかどうかか。あ、なるほど。出したいか、出したいか、出したいかか。でも実はこの項目も元々は評価してもらう予定だったんですけど、予備校教師事実を伝えてきたんで、あ、もうそれは俺らが言うことじゃないです。三角関数の往復の事項が確認できると。まあ、2の x 乗足す2のマイナス x 乗イコール t みたいな値観も、まあ似た値観というかよくあるから、指数関数でもよく出るよね。皆さん、この関数についていかがですか。
たことあります。そしてもう片方の方も行きたいと思います。こちら X 分の 6X、 これでも納得ですか、これ、はい、これはもう死ぬほど見たな、これ3、4大学ぐらいで普通に去年これが直接出てました。こちらの推しポイントはこの問題一つで多くのことが学べるっていう意味でこの関数を選ばれてます。で例えばね、 E の π 以上と π の異常の大小を測れるなので有名なんですね。それ有名なので結構これで一応下に回答書いてきました。なんとなくなんとなく回答書いてきました。丁寧に。そして呼び乗りさんが大好きな微分系の接触、これ本当に何百回も説明したことあります。だから微分系の接触、だからあのログ X の微分が X 分の1ですよね。それが分母にあるじゃないですか。だからログの微分×ログ X って見れるんですよ。だから積分が、まあ、結構容易にできるっていう。ひろまさん、ちょっと今のもう一回説明しますか。積分と微分が仲良しみたいな。こらっと言いません。じゃあ、皆さんいいですか、こらっとの評価どうぞ。はい、じゃあ6点、1点、17点、13点、5点ということで、コラッタさんの、点数は42点でした。まあ、これが基準となってくるわけです。150分の40点、まあ、しょぼいってしょぼい。まあまあ、コラッタ皆さんちょっとなぜそうなったかというとね、考察項目では美しさに点を入れるしかないんだとかありましたね、勝利。まあそうですね、ガッタさんはこれゼロでしょ。嫁さんどうですか。何かしらやっぱ一発目から大喜利かましていこうっていうのはあるんですけど、ハードル上げて出ました。やっぱルート2の事情っていうのはいろいろちょっとかかってまして、サイン X たすコサイン T って置くやつ、やっぱ注意すべきところは定義域ですよね。あれ定義域いくつです。マイナスルート2から。そうですね、のルート2を使ってます。なるほど。であと問題で大事なのはその T やった後に事情しますよね。で積のサインとコサインの積の値出しますということで、ルート2の事情っていうね、幸先悪いなこれ。はい、どん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 行きたいと思います。エントリーナンバー2、こちらの方がね、トム。いやラジオネームみたいになってるんだもん。東大で出てないんじゃないですか。出てないってめっちゃむずいよ。いや、そうですね。そうですね。エドシーラーさん、かける割れとかアルバム出したんで、またそういうとこ。ディバイドね。はい。そんな高度な知識要求してくるんですか。ということで、ブランド名、エドシーラーさん、いきたいと思います。それでは、どうぞ。いや、毎回すごいな、これ。あれ？これは角有名な。あ、角有名なやつですか、これ。ミスケート。で、ノエリお前かい。すがかったわ。いや。汚いな。汚いなお前だけ。汚いな。いや、これはいいですね。一人興奮してるやついいんだよ。いや、これ何が良かったんですか。全部見て、やっぱり僕ああいう感じが好きなんですよ。やっぱレミニスケート、あれレース好きなんですよ。はいね。今の前ってなんでエドシーランなのか。有名な曲ありますよね。形が綺麗な関数ということで。なるほどね。なるほど。じゃあちょっと補足ねしていきたいと思います。はい、R 二乗イコールコサイン二シータというね。いやーこれいいな。そうですね。方程式。一番正直盛り上がってる。しかしですね、受験ではあまり出ない。まあ、ここが問題なんですよね。あまり出ないです。あまり出ないです。そしてこちら知ってますか。いや素晴らしい。これはいいですよね。これがいいですよね。こちらに言ってほしいことがありまして、はい、早稲田理工学部有名な曲線が好き、これは言っといてくれって言われました。受験の出やすさがここで勉強のおすすめ度が8ということで、バニクラ変数でも書けるんですね。これ X イコールコサイン3乗シータ、 Y イコールサイン3乗シータと。こっちが多いイメージ。こっちの方が多いですね。こちらから見てるとですね、ピロマナさんが非常にいい顔してます。非常にいい顔してます。いたたまれなくなったらそっち行くわけ。ということでね、じゃあこの関数の評価皆さんいただきたいと思います。それではどうぞ。お、25、9.28、13、16、14ということで 77.28 でございます。まあ、花輪から聞きたいよね。そうですね、はい、これなぜこの評価になったのかね、聞いてみましょうか。レムニスケートがやっぱこうなってるんで、ああいう水着ってあるよねっていう。あれ、もしかしたらメスキーじゃないですか。面積1の可能性ありますよ。今読み取りさんがちょっと葛藤してましたね。今ちゃんとコメントするから。初めてこの企画でちょっと下っぽいのが出たんで、上ですけどね。上、あ、まあ上の方、上、僕も結構上見てまして、ちょうどカージュオイド のハート型の曲線が胸のところにあってドキッとしましたけど。まあそうですね、うまいな。では3つ目こちらでございます。ドゥブン、ケイジ、いやもうこれは分かった、これは分かった。あー、なるほどね。シンメトリー。おー、素晴らしい。
X とかに対象な、 Y とかに対象な感じだけど、いやもし違った場合だってここ爆発するんでしょ。そう、爆発されちゃうやつ。じゃあ参りたいと思います。それではどうぞ。お、ね、あれあれ、いやいやすんなよ、ガンウェイズこれ。何やる何やる。いや分かんねえ。シールと引っかかったんだ。あれね、悪いやつか、二乗で。おおい、これ出るせいか。まあまあないやつかいっすけどね。あーこれ食らされそうっすけど。はい、ということで、いや素晴らしい。はい、ということで素晴らしいと言ってる方が一人だけです。いや書いてあった関西こちらです。あーなるほど。 BX 二乗があって、その両サイドにマイナス A マイナス A があって、そのまた両線度に1、1があると。対称性というのはグラフの対称性じゃなくて関数自体の対称性。なるほどなるほど。でこういう時には X2 乗で割ると二次方程式になる。関数方程式は僕らが受けた年の反対で出て。そうなんですよね。そうなの。じゃあこれ やった記憶が、あの右下に書いてますけど N 乗根の問題に帰着っていうものが、サイン72度とかあるそれはちょっともうそこまで見ないで踏み込みすぎてる。2つ目に何書いてる、見えました。等距線関数。等距線関数、その通りでございます。これ大学の書き方なんですけど、はい、これ結構実はね出てるということが分かりまして、今年は共通テスト出ましたね、普通に見る。あ、出てた。その情報見れてないです。ピロマさん何されてます。めちゃめちゃ勉強させてもらってます。次そういう発言したら、そこの場所もないと思ってます。普通がこうなんだよ。難しい。昨日受けたみたい言ってもなんか。ほんまに。いや、やっぱこれ僕好きですよ。本当に最初これ見た時に1個しか当てられました。本当にすごいわってなりますよね。だって T イコール X と X2 の1の時間ってそんなありかと思いますよね、やっぱり。世界遺産の話です。トリナンバー3、森谷定時ならぬ定時森谷。せーの、24、10、20、21、22。おお、ということで、エビノリと花尾だけが天体ショーな点数と。やべえ。やべえ。ポイント高い。10って書かないんですよね。ミスターを軸に対象だったんですよ。18。そこの対象です。大事だったな。確かに気をつけなかったな。爆発されちゃう。爆発されちゃう。これじゃポイント加算されないですよ。爆発されちゃう。出した差が9点ってすごい高得点なんですけど、うん、これはやっぱあの2番目に出てきた女性の摩天楼の位置に。摩天楼とはツインタワーね。あの懸垂線だったと思うんですけど、変な意味ないですけどちょっとぶら下がりたいなと思いました。あーもう捕まる。次入るのは呼び許されました。いやーボルテージ上がってんな。続いての関数いきたいと思います。楽しい楽しい。いやめっちゃ楽しいです。隣の2方ばかりとね明らかに温度感あるんですよ。平均取ったら普通になるんで。これでご飯食えます。これでご飯食えます。はい、平気やんけよ。ということでね、ブランド名紹介します。こちら、どどん。バスクバトリックス。どうだ、初見なんやけど。バスクって何、どういう意味やっけ。通学よかったら行列です。あ、行列か。行列やってことは行列だっすか、さては。いや、絶対出てこないよ。いや、ですよね、だって教育会議ですよ。ご飯ですよ。しっかり見てくださいね、バスクバトリックスさん。必殺技見てよ。ということで、バスクバトリックスさんです。どうぞ。これやばいですよ。やばいな。これ、おっと。おお。え？巨大戦艦や。巨大戦艦になる。わあ。すげえ。ちょっと。すげえ。巨大戦艦。すげえ。おお。そんなことある。ちょっと待って。待って待って。やばいやばい。いろいろやばい。一般反対性がある。いや。一般じゃないでしょ。一般反対性。一発してますよ。じゃあその方ちょっとお呼びしましょうか。総合者。創業者来たー。うわー懐かしい。いやお久しぶりですね。お久しぶりです。でも花尾さんで最近ちょっとおしゃれな動画見てるじゃないですか。あーごめんなさい。そうだそうだ、ごめんなさい。こういう企画って本来陰キャがいないと成立しない話。間違いないです。それでちょっと僕はちゃんとチェックシャツを着て。ありがとうございます。私全くこれは理解しておりません。ここに関しては全部スライドも彼が作りました。これが何なのか説明してほしいと思います。今からスライドチャンネルが始まります。本番どういうことこれ。X の指数タワーがスライドとかはちゃんと
値がめちゃくちゃでかくまあえげつないですよ。これバシックマトリックスです、本当に。バシックマトリックスとは関係ないです。バシック行列っていうすごい数のめちゃくちゃ強くするアルゴリズムがあるんですけど、そこから文字にました。あ、これがバシック行列からないわけだ。バシック行列はこれよりめっちゃ強いです。クラブもならない。見た目パリピやけど完全な就労の空気感。何が出てきたからちょっと出たこれ何この秘密だ。秘密だ。矢印何これ。ちゃんと計算の定義があるんで、まあ、ルールがあるんです。めちゃめちゃ長い長いし、何歳の舞台で語ることじゃなくてちょっとジョブズに出てきます。ちょっとジョブズに。コーナーとかだったら正直出る可能性ありますけど、あと兄弟の食とか、あっカマンカンス出てきた。出た。カマンカンス出てきた。うわ、ミカサ、ミカサになっちゃう。4と2で無料対策声始める。これコンピューターがやるもんだよ。ピノマルさん魅力伝わりました。はい。あ、ちょっともう今のクビですね。今度は巨大椅子書くしかないやここに。じゃあこれまでの人を見てあいつら数小さいなと思ってたんですか。そうです。はい、じゃあ総合者の目の前でね、あの巨大椅子のこちらの評価お願いします、はい、せーのどうぞ。10マイナスマイナス980マイナス9 8 0。ピノマルさんが2点、オッティ選手が18点、読谷先生が15点ということで、もう約マイナス98点。俺やんかった。新規性とかめちゃくちゃあったって正直。それを上回る汚さ。千何百回の地形円形は汚いっすよ。矢野選手どうですか、3年ぶりに会ってこれ。ライバル YouTuber。 まあそうですよね。まあでも柴犬さんにとってはやっぱ3年って短いですよね。短いですからね。阪大2013年確かに言わないですね。ちょっとすごいね。出ましたね。出ましたね。なになになにぐい関数俺には未来が見える。どういうこと。これがこうなって、すげえこうなって、すげえすげえマジか。これマジで